ようございます。おはようございます。今はこれは小川村のアルプスラインだっけ。うん、ちょっと展望台に行ったけど天気が悪いので、うん、ダメでした。山は見えず。でも里山の雰囲気がすごいいいね。この辺は雰囲気がいいよね。ここら辺も好きだな。うん、北進の方も好きだけどさ、うん、ここも結構いいよね。いいね。白馬っていうリゾート地からも近いしさ、うん、長野市も近いしさ、間だもんね、ちょうど。そうだね、うん、さあ、中条の道の駅です。もう一番長野に近い道の駅かな。行ってみましょう。やべえ、250円、4個で200円、すごいね。すごいね。あ、社員も5、600円であるぞ、ちっちゃいのは。うん、いいな、うん、え、ね、イチジクって今だっけ。梅雨時期だよな。え、イチジクがあるの。イチジク買おうかな。本当？本当だね。オクラも100円だし。本当だね。へえ。あ、美味しそうだね。え、100円だってよ。3個で。すごいね。これは何？シソの実って書いてあるんだけど。ああ、知ってる知ってる。何にしてる？シソやるときにできるもん。え、ミョウガが超安いな。すごいね。すごい。美味しそう、この餃子。餃子、餃子？そうだよ。すごいね。信州ジビエと野沢菜。油炒めだって。すごいじゃん。中条ビューポイントマップ。うん、このさ、これ行ってみたいんだけど。中条のマチュピチュってところ、これ。こんなあるみたいよ。うん、なんでか今の時期なのかな、イチジク買いました。なんか今さ、うん、マップがさ、面白いのあったじゃん、中条の、うんうんうん、それでここら辺の小川中条のマチュピチュとかさ、うんうん、なんか山の中に入っていく道が地図には出てないようなさ、そうそう道なんだけど、うん、それをなんとかのマチュピチュとかがあって、うん、その奥に棚田があるってなってたから、うん、ちょっと寄り道していこうかな。行ってみようか。分かる行き方。とりあえず右ですぐそこの坂登っていくんじゃないかな。で左にすぐ入るみたいだよ。だよね、多分、うん、ここ入っていくっぽくない？ 90m で、あ、そうそう、ここでしょう。これだもん、なんかここ右、ここか。だってすごいとこ行くじゃん。行けるこれ。止めってなってたね、途中から。うん、あ、途中までは行けるみたいだから、うん、行ってみる。行ってみようか。多分棚田までは抜けれなさそう。すげえ登ってる。すごい登ってるね。うん、中条？青木太田線、指導青木太田線だって。多分合ってると思う。うん、あれでしょ、マチュピチュ、中条のマチュピチュってすごいね。どうやって行くんだろう、まあ、上に道があるもんな、うん、まだ上にも家があるね。ほんとだね。すげえ。さあ戻ってきましたよ。すごい坂じゃないこれ、ね、自転車のロードの人のトレーニングに良さそうだな。これは一気に登るから。そうだね、車も少ないしさ、中条地区ってこんな、なんかあれなんだね、町があるんだね。うん、へえ。なんかここら辺も移住のあれが、移住してる人が多いって聞いたけど、うん、小川村もね、うん、こういう感じか。初めて来るね、これ国道っていうか、あのメインの道の一本横だよね、多分。そうだね。だよね。すごい
げえ山に入ってきたんだけどさ、この奥にハイ焼きおやきの有名なお店があるっぽいから、うん、行きたいね。行きたいね。ハイ焼きおやきもさ、ずっと逃してんだよな。そうそうそう、なんか定休日ばっかりで、うん、毎回定休日に当たっちゃうんだよね。そうで、1回は勘違いして全然違う道に行ったしそうそう、ここもなんかハイ焼きおやきが有名らしいから、あとおぶっこね。ちょっと待って、予約が必要ですって書いてあるの。やっぱり人気かもね。ちょっと行くだけ行ってみようか。行ってみようか、うん、すごい道を行くぞ。ねえ、山奥にある。すごいよ。だけど家もあるし、ちゃんとすごいとこだ、うん、この焼き餅屋っていうところ、2キロ、音楽堂、音楽堂があるの。すごいな、ほんとすごいとこ行くじゃん、ね、あれ、焼き餅屋まっすぐだよね、こっちこっち、そうそう、ここ右、うん、すごいね、この奥に。ねえ、15分くらい奥に入ってきたよ、だって。すごいとこ来たね。ねえ、これは予約が必要そうだね、本当に、うん、突然食べれるのかな、聞いてみよっか、うん、すごいな、泊まりたいな、いや気持ちいいよ。Eバイクで四季を走ろう、すげえ。いやーすげえな、ここGairi入浴もやってるよ。いい、ね、夜7時まで。あ、520円って安いじゃん。そうなの。で、ランチは今やってて、おぶっことかおやきがあります。はい、焼きおやきついに食べれるよ。中条ってこれ長野市なんだって。あ、そうなの。うん。今日はね、このおぶっこ700円と野沢菜、このおやきを100、そうそう、ハイ焼きおやきを190円1つと、あとね、このいろりのね、いろり仕立て自家焙煎コーヒー、コーヒーこんな感じで焙煎してるみたい、うんうん、甘いやつね。で、それのハイ焼きおやきセット500円。安いね。で、こっちはこのピリ辛にしました、うん、全部安いね。おそばなんか600円、ねえ、税込み。いいね、ここね。あと500円ちょっとでさ、お風呂も入れて、すごいいいね。お酒もあるし、なんかさっきさ、このあ、こういうクラフトビールもあるんだけど、ほら、数量限定の気持ちオリジナルのお酒もあるみたい。すごいな。三種の海苔飲み比べもある。来ました。こっちがピリ辛、美味しそうじゃない。なんかカリッとしてるね、見た目が。で、こちらが自家焙煎コーヒー、美味しそう。いただきます。半々すごい、すごいな、すごい、わやばいね、やばい。こっちが野沢菜かな。すごいね、中身がさ、パンパンに詰まってるよ。外がカリッカリ、すごいね。いやよいしょ、 OK、 いただきます、はい。
やっぱ野沢菜よね。王道は。ここ冬来れんのかな。でも宿やってるから、ね、来れるんじゃないかな。市営バスが来てた、長野の。あ、バス、無料バスも来てるって。うん、無料なんだ。ここへ来る、ね、そうそうそう。市営バスもあったよ。あ、ほんと、うん、ここ行きっていうのが、ここの停留所があった。すごい、外パリッパリなんだけどさ、食べるとすごいもちもちなの。ちょっと食べてみてよ。こっちがあれかな、辛いのかな。こっちがね、切り干し大根と野沢菜のミックスのピリ辛なの、うんうん、こっちが。ほんとは、こっちの野沢菜だ。美味しいね。すごい具だもんな。具がすごいよ。うん、さあ、おぼっこも来ました。やばい、超美味しそうなおぼっこ。なんかお好みによってこのピリ辛のなんかをつけて食べてくださいって。美味しそう。これいいな、これから秋冬。ねえ。最高。いただきまーす。わあ、おいしい。もっちもち。あ、きしめんみたい、うんうん、めちゃくちゃおいしい。いただきます。うん、いい香りする。あ、深いぞこれは。深いぞ。絶対分かってないな。野菜がいっぱい入っててさ、いいよね、やっぱり。でもぼっこにはほら、やっぱり大根とか人参とかね、かぼちゃ。これはついにこういう季節になってきたね、うん、今日ちょっと暑いけど、あ、うまっ。秋冬最高です。うん、おいしい、おいしい、ほんと。うん、ブラックだけどさ、いつもブラックであんま飲まないんだけど。そうだよね。おいしいよ。そこまでね、酸味もなく飲みやすいコーヒーで、ね、深いでしょ、うん、わかる。うん、まあまあ。いやー、最高だったね。そしてこの眺めすごいじゃん。美味しかったね。美味しかったね。ここ宿も泊まりたいな。いいな。いや、この中蔵地区って面白いね。面白い、うん、いろんなものがある ね。この中に入ってみると。そうそう、うん、次はね、この近くに神社があるんだって。そうそうそう、今ここのさ、焼き餅屋のインスタを見てたら、うん、この近くに大内山神社っていう、うんうん、すごい神社があるみたいなんで、ちょっと寄ってきます。はい。すごいよ、道が。すごい道だね。行けるのかな。ねえ、うにょうにょうにょうって登ってくよ。嘘、この後、うん、うわ、何キロ。2キロか。 2.1 キロ。10分もかかるの、それが。すごいじゃん。行けるかな。行けるよね。左。すごいな。すごいとこだね。信濃川水系だって、これ。へー。この辺りはさ、大きな古民家がすごいいっぱいあるね、やっぱり。この小谷の方もすごいいっぱいあるんだけど、うんうんうん、ここら辺もすごいよね。いっぱいある、うんうん、まだ残ってるからすごいよね。すごいすごい、ちゃんと、うん、どんどん登って。うん、栗かこれ。違うな、何の木だろう。え、どっちだ、右か。右だろうね、そりゃ。もっと登らないといけないから。長野市営バスって出てるんだけど。え、バス停があったよ、今。本当？あ、じゃあ来るんだ。ちっちゃいバスだろうね。そりゃそうでしょう。すごいよ、マジで。すげえ眺め。草加の杉っていうのかな。ここまっすぐだって言うんだけど。そうか。
な大丈夫な車が今日はここだってこの中か。あ、そうだ、200m。 草なんて言うんだろうね、草科の杉かな。どこ止めれんだろう。すごいな、あのなあ、うわあ、すごいね、樹齢1300年とも2000年とも言われてる。だって屋久杉と一緒じゃん。この幹周りが 11.4m だすごいね、初めてだね、こんなにこんな大きいのね。屋久島行ったことないからさ、40m だって高さは。いやあれ？天然記念物に指定されてるのは全国でも40件余りあって、うん、この前さ夏かな見に行ったネバ村がさ、ネバ村の、ね、大杉あるじゃん。あれとあれもあるって書いてあるよ。それより大きいよねここね。すごいこれ。すごかったね。あ、水あるから気をつけて、うん、あんな大きな杉がある、ね、初めて見た、あんな大きいの。しかもあんな大きい杉があるのにさ、うん、あまり有名にならないっていうのが、うん、すごいよ。もったいないよね。もったいないね、あ、まあ、来るの相当大変だけどね、これは、うん、ちょっとちっちゃな車でね。ちっちゃなね、まあちっちゃな車というか、いっぱい人が来るようになったら道路がさすれ違えない、うん、ちっちゃい車でも、うん、軽でも無理です。横が溝でさ、うん、片側谷だしさ。ちょっと左左。お、びっくりしたヘビだったね。ヘビだったね。なんか動いたと思って。結構町だね、うん、町というか集落はいっぱいあるね。そうだね、うん、そこはね、右だって。ここ違う違う違う、そこの奥ね、奥奥、ここ、うん、ここ、うん、ここ右。そうぞ、これはまっすぐ行ったらどこに行くんだって感じだよね。さあ、降りてきました。はい、この子だいぶ降りてきたら街になってきたね。これで19号。よし、ああ面白かったな中条ね。え、最高でした。いいとこでした、うん、長野市の方に向かって、うん、なんかさメケルっていう新しいお店できてるじゃん、うんうん、サンクゼールがやってるさ、うん、何なんだろうあれ、冷凍食品とか輸入、ちょっとカルディみたいな感じのお店ができてるから、うん、ちょっとそこに行こうと思って。いいね。さあもうこれ長野市だね。そこ、そうだね、メケルまであと 1.4km、すぐです、はい。あらまあ、なんか面白そうだね。ねえ、検証そう。うわ、すごい。え、自販がある。9月2日オープン。へえ。おお。グリーンカレー、カオマンガイ。わあ、美味しそうだな。1、2人前。豚汁。あ、こっちはまた違う。え、馬刺し。馬刺し、カツオのたたき、しめ鯖、すごいんだけど。
マサラダまであるよ、ハワイの。すごいね。すごい。優しいじゃん。ねこれ。うまい。おいしそう。馬刺し。すごいじゃんこれ。すごい、おいしそう。馬刺し40g。桜馬トロ。ああ、うん。馬トロ飯できるんだ。やばいねこれ。あ、すごい人気とかもあるね。おいしそう。結構海外のさ食べ物かと思ったらそうじゃなくていろんなのがあって、そうだね、海鮮すごいね、こっちに。あーすごい、見て三陸産のさイカそうめん、アジのたたきとか超いいじゃんこれ、アジ丼いいな、やばいねすごいなここ、あ天然アジ丼ほら美味しそう、すごいね、すごいカツオのたたきとかさ、こっちもすごい刺身だよ、わー、それでさ、これ見てよ、すごいな、どのお醤油がお好みでしょうかっていう、このお醤油たち、最後パクチー醤油だってすごい、もう懐かしい、これよく食べたな、ベトナムで、ね、結構美味しいんだよね、でここはね、ほら韓国料理、なんかね、具材が全部入ってるんだって、パジョン、だから簡単に作れるみたいよ、オッサム、美味しそうだよね、これは電子レンジ、あ、自然解凍で食べれるんだ、へえ。すごいよね、メケルオリジナル自社製造のジャムだって、クゼフクとかさ、あれ置いてないんだね、サンクゼールのメケルオリジナルだって、え、すごいよ、アールグレイアップルだって、あ、サンクゼールだね、やっぱり、カンマンガイが734円とグリーンカレー842円、うん、これを買ったからこれ買ってここでチンして食べます、買ってきましたよ、うん、すごくない、いい、めちゃくちゃいい匂い、なんかもうお店がやばい匂いになってたよ、本当めちゃくちゃいい匂いになってたいただきます、うわいいね、このタイ米もこれね、うん、おー、うんうん、結構本格的だよね、うん、タイ料理いいね、うん、味付けもいいな、これは、うん、こちらもすごいよ、もう本格的、うん、あすごいグリーンカレーそうナッツもそうでしょう、うん、すごい匂いするもん、あこれも美味しい、結構辛いよ、本格的、そういいね、うん、美味しい、めちゃくちゃ美味しい、結構最近さグリーンカレーとかさ、いろんなスーパーとかでパックで売ってるじゃん、うんうん、200円ぐらいで、うん、ルーローハンとかいろんなの、うん、それよりもずっと味が本格的なんだよな、本当のタイ料理みたい、そうだよね、うん、お店で食べるタイ料理、うん、パクチーもなんかすごい香るし、ちゃんとそうだ、ね、辛さもしっかりあるし酸味もあるし、うまい、いやここのメケル面白かったね しかもめちゃくちゃうまかった、うん、すげーうまかった、ちょっと中のフラフラしてたら夜になりました、はい、温泉だね、そうだね、温泉どうしようかな、リンゴの湯、おお。久しぶりに、うん、豊野温泉リンゴの湯に行きます、ね、ここもこのみゆさん手形で行けるんで、うんうん、こっからね15キロぐらい、はい、で、お伏せもそこからわりかし近いから川渡ってすぐぐらいだから、うん、まずで10時までやってるからさ、結構そこまでやってるんだよね、これだ、これか、わ、混んでる、大丈夫か、到着しました、はい、到着です、リンゴの湯、はい、行ってみよう、豊野温泉、豊野温泉、うん、ではお伏せ堂に向かいます、ここから6分ぐらい、なんだっけ、スザクだっけ、スザク、スザクだよね、なんか予約なしで行けるんでしょ、
3時からはね、予約なしで、なしの会で行けて、でも並ばないといけないんだよね。71人って書いてあったよ、うんうん、で栗の天心ってやつだね、まあモンブランだよね。でなんかあの栗のコースみたいなのはやっぱ予約じゃないとダメで、うん、事前予約でだいぶ前から予約しないとダメっぽいんだけど、うん、この栗のモンブランの入ったセットみたいな2000円ぐらいのセットは1日1回だけ予約なしで行けるんだね。まだ食べれるかわかんないからね、どのくらい並ぶのかがわからない。今が1時15分到着が1時半でその回が3時からなんだって。そうそう、受付ってなってたから遅いかな、もう遅いかもしれない、知れないね。あ、もう全然無理じゃないこれ、どうしよう。あと30分ぐらいはね。で、チケット配るのか、うん、すごいね、うん、67番目67番目、あとギリギリだね、71番までだから。1時半でね、うん、ギリギリだった。お、やっと、うん、15時からの会が当日券なんだって。あ、これだね、うん、各71名様限定。そうそう、数えてたよ。すごいね、うん、栗だよ、うん、はい、買いました。すごいね、ついについに買えたね。1人2000円。けどさ、よかったね、1時半に来てさ、うん、ギリギリ間に合ったから、うん、そんな並ばないでよかったし。そうだね、ね、うん、で3時に戻ってきた、3時15分に戻ってきた、3時って言った、3時ぐらいに来ればいいんだね。そうだね、小伏堂の隣はお酒屋さん、お酒のテイスティングができるみたい。すごいね、お肉解析いいね、高級だよ、2000円だからね。いただきます。すげえな、うわっ、すげえ、これ甘くない、ほんと、うん、栗そのものって感じ。すごいよ。中は何入ってるの。あんこ栗の、うん、うまっ、この処分、うーん、美味しい、すごいね、原材料栗だけらしいな。その年によって味がちょっと違うんだね、多分甘みとかさ。あ、美味しかった、栗そのものって感じだったね。あ、全然違う。ねえ、もうだって中身も栗、外身は、外がさ全く甘くないの、あれ渋皮とか入ってんのかな。まあ美味しかったね。美味しかった。なんかさ、このモンブランのテイクアウトがあるらしいよ、お土産用が。なんかここじゃなくて、なんか支店かなんかがあって、うん、ちょっとそれ行ってみようよ。うん、こっち行くらしいよ。ね、行ってみよう。
すんごい立派な木。へえ。これだね。全く別物らしいです。スザクとは違うらしい。ね、これはモンブランで甘い砂糖を使ってて、なんかスポンジとクリームって言ってたね。うん、スザクはクリアンだったもんね。そうそう。ああ。外のその栗がお砂糖全く使ってないって言ってたね。なるほど。スザクの方は。ああ、スザクがね。うんうん。うんうん、意外とお腹いっぱいになりました。意外とっていうか結構ボリュームがあった。あるね。2人で1個でいいよね。うん、2人で1個でよかったね。まあそれが許されてるのかちょっと分かんないからさ。そうだね。1個2000円もするしな。そうそう。ではちょっとしたら夕飯どっかで食べたいね。そうだね。お伏せで食べるか長野で食べるか、うんうん、まあちょっと考えましょう。はい。トラ食堂行ったことあるよね。行ったことは1回あるかな。1回ね、うん、6、7年前かな。もっと前かな。もっと前かもね、うんうん、美味しかったよね。そうそう、定食屋さん。なんか、まあ、結構テレビにも出てるらしい最近。おー、思うまい店とか。あ、そうなんだ。らしいよ。混んでるかもな。まあ時間がな、中途半端だから大丈夫か。まだ空いてるの。まだね、うん、5時前だから、うん、ではご飯食べて温泉に行く、うん、この近くも物見湯さんで入れるとこあるからさ、お伏せに、うんうん、そうしましょう。はい。近いなぁ、もうあと 800m だって。へー、道の駅お伏せからさ 2km ないんだね。うん、そんな位置だったんだ。もっと北進の方だと思ったけどな。あ、どれだ。あ、これだ。はい、どう。まだ空いてる。あ、空いてるね。行ってみよう、行ってみよう。これは。さあ、今日は？今日は焼肉定食の 200g 1500円。超盛りと？あとは？もやしラーメン。あ、やっぱ人気ナンバーワンは焼肉定食だね。そうだね。うん。新山の水ポークとタレも手作り。うん、すごいな。ええー。楽しみです。すごいじゃん。思ううまい店のある。ね。すごいね。最高17杯。すげえ。超大盛り。うそー。やばいなこれはな。上位に。え、なんでさ、自分お箸取ってんの。え、一緒にしてあげようと思って。いいよ。ほら、これ食べていいよ。全部見て。ちょっとニンニクいただきます。うまそう。キャベツ、味噌汁、ご飯、おかわりできるって。うん、どうぞどうぞ。めちゃくちゃいい匂い、ほんと。さすが、自家製。すごいな。うん。いただきます。うまっ。すごい。ニンニクすごいね。めちゃくちゃうまい、これ。これをさ、だから、頑張って、このタレと一緒にさ、ご飯3杯やったら、そこに名前が書けるらしいから。余裕だな。あ、でもどうだろう。
つだつ食べてきて1時間だからな。うん。私のもやしラーメン美味しそう。美味しそうだね。の隣にニンニク。ニンニクも来た。これを入れてちょっと食べてみようかな。何個入れようかな。とりあえず1個ずつにしときなよ。本当だね。あっさりかと思いきやスタミナ満点になる。それはニンニクそんな入れたらね。あ、美味しそうだな。うん。うん。美味しい。いいね。美味しい。ああ、美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。やばいな。めちゃくちゃうまいな。すごいニンニクだったね。すごいよ多分、うん、だけどめちゃくちゃお店のさ、うん、みんなのさ感じがいいというか優しいね。家族経営なのかそんな感じだよね。もうなんか家に帰ってきたみたいなさ。そうそうそう、ね、本当に思うまい店を見ててさ、うん、あのこの回は見たことないけどさ、うん、よくあるじゃん。そうそうそう、それのまさにそんな感じだったね。そういう感じだったね。まあ、私味も美味しいし、なんかさ、ご飯おかわりどうですか、キャベツどうですかってどんどん聞いてくれてさ、うん、ねえ、うん、2杯しか食べてなかった。さすがに、さすがに1時間前にスザク食べてるからさ、そうだね、さすがに無理だった。冬いいね、冬に行きたいね。冬いいね、うん、だから次こそはさ、お腹減ってたらあれの3杯は余裕だから、うん、3杯食べて、うん、壁に名前をアウトドアベースって書いてもらって、うん、頑張ろう。多分余裕、2人ともいけると思うよ。いや、私はどうだろう。いけると思う、多分。頑張れば。だって10杯食べてたじゃん、女の人で。ねえ、すごいね。男の人17杯食べてたけど。うん、では、これから、オブセの、なんだ、あけびの湯か。うん。栗じゃん、これ。左、違う？ああ、そうそう、全部これ栗だ。結構栗が大きいね、やっぱりちゃんと育ててるのは、うん、そうだね。おお、すごい。あけびの湯、ここだ。そうだよね。日帰りが6時から21時。朝風呂6時から9時。え、すごいじゃん、朝入れんだ。朝6時ってすごいな、うん、すごいね。結構硫黄の匂いするね。するね。いい感じ、良さそうだね、うん、え、だって眺めがめちゃくちゃいいんじゃない、これ多分。眺められるのかな。そうでしょう。本来だったらそこら辺にさ、山がぶわーっと北進五岳が。宿泊はすごいのかな。宿泊あるかな、ちょっとわかんないね。わー、そうなの、すごいぞ。うわ、安っ。めちゃくちゃでっかいじゃん。すごい、自社農園だって。そうなの、すごいな。1000円だったらこんなに高いの。そうそうそう。わ、やっぱすごいね、眺め。ね。わ、すげえ。いいね。いいね。こんなん。あ、いろいろなんだ。めちゃくちゃいいお湯だったね。ね、すごいよ。びっくりしたな、うん。こんなに濃いようだと思わなかった。万座ぐらい濃かったかも。ね、外がすごい濁っててさ、うんうん、で中はさ緑だった、緑だった、うん、濃さが違うって言ってた、受付のおじさんに聞いたら。そうなんだ、うん、どっちのが濃いの。外の方が濃いんだって。そうなんだ、うん。